どうも、ライオンです。さあ、やってまいりましょう。30 Minutes Meisters Cafe。この動画は皆さんから投稿いただきました。30 Minutes Missions、30 Minutes Sisters の作品を紹介していくものです。5月も真ん中を過ぎまして、でもまだ紹介できているのは4月の募集開始直後ぐらいの方々だったり、まあその辺にたくさん来たのもあるんですけども、ちょっと自分の投稿大丈夫かなっていうふうにね、心配に思われている方が一部いらっしゃるようなんですけれども、まあ、ざっくりとですが、多分皆さん大丈夫だと思います。はい。ですんでね。でも、まあ、もし不安なところがあるようでありましたらですね、改めて概要欄のね、レギュレーションとかご注意とか読んでいただいて、あ、ここ間違ってたなっていうのがありましたら、今投稿しているものを削除して、改めて投稿し直していただければ、それで、OK ですんでね。はい。紹介順は、投稿いただいた順番の、5作品ずつ紹介っていう風になってますんで、まあ、ハッシュタグ検索していただいて、時系列順に並べて、だいたい5つずつで、あ、この辺の動画で出てきそうかなっていう風にね、楽しみに待っていただけたら嬉しいです。はい。でも、大体の方は、本当に多分大丈夫だったと思うので、お待ちください。はい、すいません。じゃあ、今回も頑張って参りましょう。それでは今回最初の作品はこちら。本機の名はメメントリア。パイロットはリア・ベルン。一機で一部隊を壊滅に追いやる性能を有する。敵からの名称はアンノウン・バルキリー。これを見た者は震え上がる戦い方をする。味方からの名称はエタニティ・ラグーンと呼ばれている。こんな機体ですが、よろしくお願いします。ということでありがとうございます。様々な敵味方ともにね、いろんな呼ばれ方をしている、ね、高性能機っていう設定で、はい。本当の名前はメメントリアですね。はい。オプションパーツとかね、いろいろとふんだんにね、取り付けられているんですけれども、結構機体的にはシンプルなシルエットに仕上がっていますね。で、正面からのね、写真だとね、ちょっと見えないんですけども、バックパックがですね、結構ジョイントパーツをふんだんに使った推進機だったりとか、まあ、それを守ったり、あと両肩を守ったり、フレキシブルに稼働する、なんか装甲パーツみたいなものもね、ついていたりします。はい。いろんなパーツを組み合わせで言うとね、右手に持っている大きなね、ライフルであったりとか、あと、左手のシールド。これコンテナのボックスの蓋部分ですよね。これって裏側にいろんなものがマウントできるんで、ね、多分ビームサーベル的なもののグリップなんかもついてますけども、これなかなかナイスアイディアですね。では、次の作品はこちら。マクシオンナイト、マスカレード。訳あって公式には記録されていない騎士型エグザマクス。ハイブの飛行ユニットは、コウモリ型のサポートメカとしても運用が可能である。さらなる強化のため、プロベデルを狙っている。戦わなければ生き残れない。戦わなければ、たくさん買わないとの字になってますけども。はい。なんだろう。鏡の中の世界で戦っている映像がふと浮かんだのは気のせいですかね。はい。いや、ボディのね、色がすごい綺麗ですよね。すっごいツヤのある、メタリックブルーかな。それにイエローと、墨入れはシルバーでされてるんですかね。なんかその西洋騎士の鎧のね、装飾のような感じが出てますけどね。はい。まあ、こういうのをね、作るにあたって、そのモチーフとしているものがあって、ね、作る場合のパーツ選び、ね、しかも、このルールにおいては、ね、30 Minutes シリーズのものしかダメですよっていう風なものがあるんで、そこから選び取ってくるっていうのは、やっぱり、記憶、だからみんなの中の大体のイメージだったりを掴んだりとか、その中でベストのチョイスができるっていう、ね、センスとか、そういったものもいるんでしょうね。はい。まさに、ナイト。それでは、次の作品はこちら。究極甲虫でいいんでしょうか。グランドルスバイン。二つの大型機がグレート合体することで、究極のエグザマックスが誕生する。通常の30 Minutes Missions 世界線とは異なる、平行世界を救った30機の勇者の一つ。東方の企画した30 Minutes Missions でスーパーロボットを作る企画、総勢136名参加、すごいな。で、活躍した機体です。とのことです。はい。この画像からもうすごいね、ワクワクしちゃう感じなんですけれども、はい。ドルスバイン、ね、この青と白の機体が、まず3機のね、メカが合体して出来上がる
ね、ロボットで、そして、リーゴマックス、黒と赤の機体、これは5機のメカが合体して出来上がるロボットなんですけども、これらがさらに合体してグランドルスバイ、計8機のメカの合体。こういうのってなんかね、もうとりあえず全部合体させました、ざっくりと人型シルエットです、いろんなまあ多少変な部分はまあまあまあみたいなことって、結構こういうメカが主役の商業作品でもありがちなんですけども、これすごいいい感じにまとまってますよね。はい、こういう合体メカそれぞれ分離しても成立する、なんだったらその中間合体がある、びっくりです。ではでは、続いての作品はこちら。フォルシア・ワルキューレ。とある女性パイロット専用機として開発された機体。ハイブのワルキューレユニットは、飛行能力を付与しているほか、ビットを4機搭載し、オールレンジ攻撃も可能としている。とのことです。はい。指揮官用アルトをベースに、たくさんね、パーツが、いろんなオプションが盛られていますけれども、まあ、ホワイトとレッド、そして、まあ、ワルキューレユニットハイブのね、ユニットに関してはちょっとピンクも入ってて、この組み合わせなんかもねすごいまとまってますよね。やっぱりちょっとこうピンクなんかが入ってくるところがこう女性パイロット専用機っていう印象付けになってるんですかね。まあこの背中の飛行ユニットでありつつも、まあ、分離してね4機のビットにもなるっていう設定なんかがねあるんですけれども、まあ、こうやって、まあ、オプションたくさん盛るっていう方向性って、まあ、この部分のパーツはこういう役割があって、ここはこういう武器であってっていう、しっかりとしたね、設定だったり、そのコンセプトに基づいてやっていくから、こう、綺麗にいくんでしょうね。私みたいなね、なんか、盛りたいんだみたいなところからスタートすると、なかなかこれにたどり着かないと思うんで、勉強させていただきます。それでは、次の作品はこちら。スピナティオアーマード指揮官仕様。マクシオン本性とはゲートを隔てた別の世界で運用されている機体。撤退の際に指揮官がしんがりを務め、味方部隊を安全に引かせるために戦場をかける。戦闘能力は非常に高く、戦場において指揮官機体は一機も存在していない。とのことです。はい。グレートピンクのね、ツートンカラーが結構綺麗ですね。膝のところにちょっとオレンジが入っているのもね、なかなか面白いね、取り合わせだと思います。銃の方は、ガンメタか何か塗られてるんでしょうか。なんかね、メタリックなギラッとした輝きを放ってます。あとシールドのね、下側のところにも何かを突き出ていて、ここにもなんか武器を隠している感じでしょうか。はい。いろいろとね、オリジナルな感じの装甲の組み合わせだったりとか、ね、武器のね、設計なんかされていますけれども、全体的にはシンプルな感じのシルエットにまとまっていて、なかなかすごいですね。まあ、撤退戦っていうのが、これ個人的な、すいませんけども、最近ね、大河ドラマから、その、白兵戦、集団の白兵戦みたいなね、そういうののなんか動画とか見てるんですけども、撤退戦っていうのがもう一番、難しいと。その中でしんがりっていうのは本当に重要なポジションで、ただこの機体は機関機が一機も存在しないぐらいすごい活躍を撤退戦で見せるという、とんでもない指揮官が乗ってるんでしょうね。はい、そんなわけで今回5作品紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。印象に残った作品とかはありましたでしょうか。もしよかったら動画のコメント欄に感想とかいただけると嬉しいです。あとね、今回ちょっとマイクの方を変えてみましたけれども、どうでしょうか。聞こえ方とかね、何か感想があったらそちらも書いていただけるとありがたいです。はい、ではね、この動画が面白かった方は、ね、ぜひ高評価ボタンポチッと、そして、まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もうすぐでね、登録者4000人いきます。4000人いったら嬉しいなんかしようかなみたいなことはまだ考えてないんですけども、はい、よろしくお願いします。あと、スーパーサンクスで、ね、なんかねいただけちゃいますと、大変私動画作るモチベーションが上がってきますし、私誕生日ですし、はいどうかよろしくお願いします。できる方だけで大丈夫ですけど、はい、じゃあ今回はこの辺でまた会おうぜ。
動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。闇が空を覆う。